1000円銀貨の共通利面デザイン500円硬貨の共通利面デザイン地方自治法施行60周年記念貨幣とは日本において地方自治法施行60周年を記念して発行された記念貨幣である。1947年5月3日に施行された地方自治法が60周年を迎えたことを記念し、2008年以降、 47都道府県の図柄をあしらった500円、バイカラークラット化と1000円銀化を順次発行することが発表された。これはアメリカ合衆国の50州の図柄をあしらった25セント効貨と類似の企画で約10年をかけて毎年数件ずつの効貨を発行された。このシリーズは47件94種類と日本の記念貨幣最多のものとなった。 500円バイカラークラット化は1ユーロ硬貨と同様の2色3層構造で銅を白銅でサンドイッチ状に挟み込みできた円盤をニッケル王道でできたリングの中にはめ合わせた硬果で銅は白銅に挟まれているため外から見えないこのような硬果は日本では初めてのことでフランスやイタリアの技術をもとに独自の方法を採用しているまた500円硬貨は通常の硬貨の他に プルーフ貨幣も発行されている。2008年に発行されたものは、北海道が主要国首脳会議開催、京都府が、源氏物語宣言記、島根県が、岩見銀山の世界遺産登録が題材とされている。宣言銀貨は、都道府県をあしらった図案を採用し、艶消しのプルーフ仕上げを行った上、再色されたカラーコインで発行されている。また、 額面以上の価格で配布されるプレミアム型貨幣であり造幣局に事前に申し込みをした希望者から抽選で購入者を決定して代金と引き換えで発送する方法が取られているが題材として取り上げられた都道府県の住民には全国よりも2倍の確率で当選できるようになっている。500円バイカラークラット化は額面で金融機関において引き換えがされた。 これとは別に、500円バイカラークラットプルーフ化は、1000円銀化同様、発売価格が額面を上回っており、造幣局に、事前申し込みによる抽選により購入者が、決定される。なお、額面で交換する500円バイカラークラット化も、同様に題材として取り上げられた、都道府県分の引き換え枚数が、他の都道府県より多く割り当てられている。日本郵政も、 この記念貨幣シリーズとの共同企画として各都道府県を題材とした80円の記念切手5種類を収めた小型シートを発行した。この小型シートのデザインのうち1種類は記念貨幣と題材が同じであり図案もほぼ同じで他の4種類は対象都道府県の観光地などがデザインされている。この記念切手をケース入りの記念貨幣とともに 特製ケースに組み込んだ貨幣セットが造幣局で販売され、ケースに貨幣が収められた単体の A セット、A セット記念切手入り特製ケースの B セット、A セット記念切手がいっていない特製ケースの C セットの3種類が500円バイカラークラッド化と1000円銀化で、それぞれ発売された。発行スケジュールは以下の通り、材質、組成、重量などの規格や、理面の図柄は、 各都道府県分ともに共通となっている。出店、表面の図柄については、1000円銀貨幣及び500円、バイカラーグラッド貨幣のそれぞれで、各都道府県別に47種類のデザインが設定されている。出店、2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられたことにより、以前の販売価格から値上げされた。下記では、 2014年3月までの価格を販売価格1、同年4月以降の価格を販売価格2として記載する。ありがとうございます。